さかです。皆さんはどう過ごしていますか？さて、前置きが長くなりましたけど、今年も動画ありがとうございました。2023年も今年で終わりですね。しかもこの動画は今年最後の動画です。軽く見ていただけるけども、でも幸いに思います。2023年もありがとうございました。